子育て副業ランニング。はい、どうもソータです。もう8月5日、8月ですね。猛暑が続いてるんで、だいぶ暑いんですけど、最近またランニング始めました。まあ週1回か2回ぐらいから、ちょっとずつ走っていこうかなと思うんで、ランニングとウォーキングと、あともちろん体のケアの方も続けていって、11月の岡山マラソン頑張ってサブ3達成しようかなと思っております。はい、そんな感じで、今日何の話するかっていうと、ガーミン、また機能を紹介していこうと思います。ガーミンの、機能でミュージック機能っていうのがついているウォッチがいっぱいあります。まあこちらミュージック機能がついているガーミン、出しておきますが、ミュージックを時計でできるっていうのがどういう機能かっていうのは、この時計に、しっかり音楽を取り込むことで、これと、Bluetooth イヤホンをつなぐことでスマホいらずで音楽がイヤホンと、ウォッチだけで聴けるっていうのがミュージック機能になってます。はい、そんな感じで、じゃあ、まずウォッチにミュージックを入れるやり方なんですけど、2通りあります。まず1つ目っていうのは、音楽のストリーミング機能っていう、まあ例えば Spotify であったりとか Amazon Music であったりとか、LINE Music っていう風にガーミンが連携できる、ストリーミングサービスっていうのをまず契約していって、それを連携させることで、この中に、ストリーミングサービスの、音楽をダウンロードしておいて聴くっていう方法。だいたいストリーミングサービスって月額かかってしまうので、まあなかなかこう契約していない方もおられると思います。で、まあ今まで皆さんもランニングするときに気に入った曲ってあると思います。僕も、気に入った曲があって、例えば僕バックナンバー高校生の頃よく聴いてたんですけど、バックナンバーの始まり始まりっていう曲であったりとか、 CD でしかないような曲っていうのもあります。なんでまず今日は、CDをパソコンに取り込むまでっていうのは、まあ、パソコンによって違うので今日ちょっとご紹介できないですが、パソコン取り込んだ後に、じゃあそのパソコンにある、MP4 っていうデータ CD のデータを、こっちのガーミンに入れて、ストリーミングサービス契約してなくても、好きな曲っていうのを、持っている CD から入れるっていう方法をご紹介していきます。そうすることで、スマホを持たなくても、このガーミンとイヤホンだけで、しっかり走っていくときに音楽が聴けるっていう風になっていくので、もちろん大会の時ちょっとでも軽くしたい、今本当シューズって 100g でも軽くしていくっていう時代になってきてるので、音楽を聴くのも音楽聴きたいけどスマホ1個持つのがちょっとまあグラム数的に気になるっていう人は、ガーミンに入れるだけで、1個持つものが減るっていうのもあるので、ぜひぜひ、試していってみてください。それではじゃあガーミンの設定やっていきましょう。はい、はい、それではまず準備するものとしては、パソコンを準備してほしいかなと思います。まあパソコンの中に、音楽入れていくんで、これは僕は Mac 使ってるんで、Mac CD のディスク入れると、Mac のしっかり iTunes に取り込まれるので、iTunes に取り込んでおけば、しっかりガーミンにも取り込めます。なんでパソコンまず一つと、あと Bluetooth イヤホン、これ以前紹介したソニーの、Bluetooth イヤホン、まあこれウォークマンなんですけど、 Bluetooth でしっかりスマホとも、ウォッチとももちろんつながるので、これとてもいい Bluetooth イヤホンになってます。まあこれウォークマンなんで、これだけに、実は音楽入ってしまうんで、またこの動画も紹介してるので、最悪これだけでも音楽聴けるし走りに行けるっていうことはあるんですけど、まあ今回はウォッチとつなげる方法をご紹介するので、 Bluetooth 機能があるイヤホンだったら大丈夫なんで、ぜひぜひ用意してみてください。またあの動画概要欄貼っておくので、このイヤホンの動画も見てみてください。で、あとはウォッチですね。ウォッチは準備してください。あとはウォッチがつながるこの充電ケーブルが多分ガーミンについてくると思うんですけど、この充電ケーブルをしっかりパソコンと接続できる接続端子、多分 USB-A が主だと思うので、この USB-A の端子が、刺さるものを準備してもらって、パソコンと、ガーミンが、接続有線で接続できるような、環境を作ってみてください。で、パソコンをいじっていきます。まずはガーミンエクスプレスっていうのを開いていって、パソコンとガーミンをつなげていきます。はい、じゃあやっていきます。はい、じゃあこれで画面録画していったんで、まずはガーミンエクスプレスっていう、ここのガーミンのエクスプレスっていうのを開いていきます。これはもうあのネットからも、インストールできますので、ガーミンエクスプレスを
を、インストールされてない方はインストールしてみてください。で、このガーミンの43945と今、同期しているので、で今はまだ有線でつながってないんで未接続になってます。ここに音楽っていうのがあるので、音楽っていうのを選択します。そうするとデバイスの接続ってなるので、このガーミン945を、こちらの有線で接続していきます。はい、そうするとガーミンの方はこういう風にちゃんと充電が何パーっていうのが出てきて、USB 接続されたっていう風になってます。はい、これで今接続されました。今一応945、僕この、ウォッチには1曲だけ、試しに入れてみただけなんですけども、こっち側の下に43945ってあるところに、曲が1曲、今ロードオブメジャーの君がためっていう曲が入っています。で、上の方に iTunes ライブラリーっていうのがあるんですけど、これが僕のパソコンの iTunes に入ってるライブラリーになります。この中の曲を選んでもらって、で、例えば、この、青いエールの、イノセンスっていう、まあ、SAO の曲ですね。これをチェックつけてもらって、まあいろいろこういっぱいチェックつけれるんですけど、じゃあもう一個ぐらい選んでみましょう。じゃあこのメモリアっていうのも一緒に入れていきます。チェック2個つけてデバイスへ送信っていうのを押してもらうと、2個のファイルのうち今2個送信していますっていう形で、で転送が完了しましたってなります。これ OK を押してもらって、こっちの曲見ていくと今もう3曲入っている状態になってます。これでもう完全に曲が同期されているので、このままもうガーミンを抜いてしまいます。はい、じゃあ抜きます。はい、パチッと抜きました。これで、ガーミンに今曲が入った状態になるんで、じゃあ今度ガーミンで、音楽どうやって再生するか見ていきましょう。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあガーミンの、音楽どうやって再生するかやっていきましょう。まあイヤホンとガーミン準備してもらって、まず左の下を長押しすると音楽再生モードになるんですが、今これ Spotify にログインしてくださいってなってるのは、僕が音楽 Spotify モードにしているからです。これどうやって変えるかっていうと、真ん中のこのボタンを押してもらって、で、ミュージックっていうところを選択していきます。で、音楽プロバイダーっていうのがこの Spotify であったり LINE ミュージック、であったりを、こう選んでいく、そのストリーミングサービスを選んでいくところになるんですけど、これが、今回ガーミン自体に入れたので、マイミュージックっていうこの時計のマークのやつを押していきます。そうするとここの、ね、音楽ライブラリっていうのが、表示されていきます。こうすると全曲再生っていうところにすると、あ、今このイヤホンに NWWS623 っていうのに今接続しようとしているので、まずこの電源をつけていきます。はい、623と今接続しました。これで、もう Bluetooth と接続したんで、今もう、流れている状況になります。先ほど入れた、イノセンスっていう青いエルさんの曲が流れています。で、ここでストップもできますし、これで送りっていうのもできるので、メモリアっていうのに今変わりました。で、もう一個やると君がためっていう、まあ今3曲入ってるんで、これが連続で、この左の下のところで送れるって感じです。で、この点点点のとこを押していくと、マイミュージックでいろいろここからこう再プレイリストが再生できたり、アーティスト、アルバムが選べたりします。で、ここの下行くとボリュームで、マイナスであったりとかプラスっていうのも、ウォッチから入れることができます。で、前であったりとかリピートをしたりとかもここで設定できるので、音楽が今イヤホンと、このウォッチだけでできるようになってます。はい、そういう感じです。まあこうやって設定していくだけで、ウォッチだけで、まあ、ウォッチとイヤホンだけで音楽聴けるようになるので、 CD のこの1枚だけ聴きたいんだっていう人はストリーミングサービスを、登録するだけじゃなくて、 CD だけでもパソコンと CD と、ウォッチとイヤホンがあったら設定できるので、ぜひ試してみてください。はい、じゃあ戻ります。はい、そんな感じで、しっかりガーミンに音楽を入れていく、ストリーミングサービス以外で入れる方法っていうのをご紹介していきました。まあガーミンと、イヤホン
まあ、Bluetooth のイヤホンですね。Bluetooth のイヤホンと、あとはパソコンと、このパソコンにガーミンつなぐ充電のこの有線コードさえあれば、誰でも、ね、音楽入れることができます。まあ、MP4 の音楽がパソコンに入っていかないといけないので、まあそこら辺は、また調べてみたらいいかなと思います。そんな感じで、一つ物が減るっていうのは、とってもマラソンにとっては、メリットになるかと思います。ぜひぜひ音楽聴いて走りたい方は、試してみてください。はい、こんな感じで、僕のチャンネルではこうやって、ガーミンの操作方法であったりガーミンを使いこなして、しっかり楽しく走ろうっていうことをメインに発信していこうかなと思っております。その中で、岡山マラソンで、サブ3、3時間切りを目指して頑張っていく練習動画も上げていこうと思いますので、ぜひぜひ応援してくださる方はグッドボタンとチャンネル登録と、あとコメント、ガーミンの情報でこういうの知りたいっていうのがあれば、コメントしていただければと思います。あと僕、理学療法士とピラティスインストラクターって後ろにあるローラー使って、ファンクショナルローラーピラティスっていうピラティスのインストラクターもしてるので、体のことでも、気になることあれば聞いていただければ、返答できればなと思っております。はい、そんな感じで今日は終わろうと思います。ありがとうございました。